ートアップファームの地球人と私がヒートアップ悪の支配に稲田つつみ太郎だ。これから3月の13日パスタダイニングマシカプレゼンツ登場マッチのカードを発表する。第1試合第1ヘビー級への挑戦シングルマッチ15分一本勝負後藤圭介。第1試合は中学生レスラー佐藤大地がヘビー級に挑む。その相手はピンクの似合う後藤だ。第2試合稲田つつみスクランブルタッグマッチ20分一本勝負那須幸太郎ドラリライブ対ユージキと酒井宏樹。第2試合はいろんなレスラーが巻き起こすまさにスクランブルエッグ的な混ぜて混ぜたタッグマッチになるだろう。後藤圭介のツーショルダーはかっこいい。第3試合光る肉体美シングルマッチ30分一本勝負新5体武田浩二。メインはヒートアップ初参戦武田浩二。こいつの肉体美はまさに芸術品、そしてヒートアップの芸術品の肉体美です。シンゴとのアスリート対決見どころは孤島の秀樹だ。参戦する選手たちをヒートアップした前に